おはよう、おはようございます。おはよう、おはようございます。いいね、仕方、いいね、仕方、ありがとうございます。おはよう、おはようございます。いつもニコニコになで来てくれてありがとうございます。眠たいです。昨日あんなに天気良かったのに雨。そうなの？雨なんだ。悲しい。いつもニコニコになぜ来てくれてありがとうございます。月曜日の気分はだいたい雨。確かに月曜日雨が多いよね。先週は暖かかったのに、今週は寒くなる。やだ。最近の
最近の福岡の最近の福岡あまり晴れが続かないからお洗濯に困る。そうか、みんなそうなのか。福岡は雷雨だって。福岡雷雨らしい。もしかしたら雷落ちるかも。雷怖いですか？あんまり怖くない。夜中の雷が怖い。あ、夜中のやつはちょっと怖いよね。暗いから。暗いしさ、人が少ないから。おはよう、おはようございます。春向さん、はつづくさん、ありがとうございます。いつも PC 使ってるから雷の影響で停電しないかが怖い。確かに停電嫌だよね。でもさ、ちょっとあれ、昼の時の停電は面白い。でもね、学校で停電したら面白いと思っちゃう。おはよう、おはようございます。おはようございます。いつもニコニコになって来てくれてありがとうございます。天気の使いすぎでたまに停電を使いすぎでもなるんだ。電車運転してて停電した時がめっちゃ怖かった。確かに怖い。暗いからね。
ああ、そっか、乗ってる人もね、停電したらライトとか消える。おはよう、おはようございます。木更木駅に着くかも。嫌だ、停電したら着いちゃう。木更木駅ってね、寝たら着くやつでしょ。だからまだ昔はもっと停電してて、懐中電灯は必需品だった。へえ、そうなんだ。すごいね、今はもう。エレベーター一人で停電ストップしたときは怖い。それ、へえ。なんか動画とかで朝見たことあるけど、自分がなんてことはない。HKT 超絶おじさん、たくさんくまありがとうございます。いいなら拡大の仕方ありがとうございます。最近は恐怖の森の予習が怖い。あー、なんかさ、ホラー系のあれって口めっちゃ開いてるよね。そう、だから怖いのかな。口閉じたら怖くなさそう。あ、5時8分なので何時見をしたいと思います。13位中島優さん、12位和夫さん、11位北斗のケンシロウさん、10位イブキックさん、9位ヒカレビさん、8位リオダさん、7位春巻さん、6位フレアさん、5位ひょっもこスイトンさん、4位ダルマインコさんです。ありがとうございます。えい。そして第3位はぐる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 っとガーン、しゅうちゃんです。ありがとうございます。えい。世代にはぐる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 っとかん、 HKT 超絶おじさんです。ありがとうございます。えい。世代1はぐる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 っとかん、アスカさんです。ありがとうございます。えい。ありがとうございました。そう、今日の3時59分まで、そう、チケットをぜひ入れてくださると嬉しいです。ラビニスです。今日が最終結果なのでぜひお願いします。じゃあカウントしておいていきたいと思います。1891人の方来てくださりありがとうございました。5 4 3 2 1またね、バイバーイ。